1946年昭和21年4月、創刊間もない福岡の夕刊誌夕刊福日で連載が始まった4コマ漫画。後に国民的な作品となるサザエさんの誕生です。作者の長谷川町子は福岡で育ち、後に上京、野良黒で有名な漫画家田川水宝の下で漫画を学びました。疎開先の福岡で終戦を迎え、連載を持ったものの再び上京することになり、夕刊福日での連載は終了。最終回はサザエさんが結婚する話だったそうです。その後世田谷の桜新町に移り住んだことでサザエ一家も移住、東京スポーツの前身とされる夕刊誌新夕刊などを経て、1951年4月からは朝日新聞朝刊で連載が始まり、1974年2月まで続く長期連載となりました。明るくしかしそそっかしい主婦ふむたサザエを中心とした磯野家の日常を、ほのぼのと面白おかしく、時には世相を絡めて描いた漫画の人気は高く、ラジオやテレビでドラマ化されたほか、映画や舞台にもなりました。中でもエリチエミ版のサザエさんは映画で人気を博しシリーズ化、さらに1965年からは TBS でドラマ化されるなど、エリチエミにとっての当たり役となりました。今も続くフジテレビのアニメが始まったのは1969年10月、開始当初は作風や画風が現在のものとやや異なっていました。新聞の連載が終わり、作者の長谷川町子が1992年に亡くなった後も放送は続き、現在までに放送2000回、お話は6400本以上を数え、最高視聴率 39.4% を記録する人気番組となっています。国民的人気者サザエさん、一体どんな証言が集まったのでしょうか。私磯野サザエでございます。どうぞよろしく。お黙り。僕は愛してます。大きな空を眺めたら、白い雲が飛んでいた。今日は楽しい、今日は楽しい、ハイキング。さて今週は調査員としては初登場、ハライチのお二人です。太田さんに憧れて漫才を始めたというお二人、私長峰も同じ埼玉出身として嬉しい限りですが、え、先週のゲストだったしょこたんのバーター、あ、そう、じゃあとりあえず頑張ってください。しょこたんのバーターなの？しょこたんの聞いてないですよ。何すかそれ？しょこたんの先週あのゲストでしょこたん。しょこたんですか？そうだよ。事務所の後輩ですか？ああそういうことだ。事務所同じ事務所ですけど。そうですよね。でも打ち合わせした時もハライチさんと番組やっちゃいましょうよみたいな。ああ言われましたけど、ね。こと言ってたけど。色黒のしょこたん。ちょっとどうしてない。な、南の方行ってたの？しょこたん。ドラマ入ってるからダメだよ。何やってんの？はい、ということで、今週の調査員初登場、ハライチの岩井くんと澤部くんです。どうもー、ハライチです。お願いいたします。爆笑問題の日曜サンデー。
人の人物や一つの町にスポットあってそれに対する証言を紹介していく27人の証言。今日は今から38年前の1974年2月まで28年にわたり長期連載された漫画サザエさんを取り上げています。調査員はハライチの岩井くんと澤部くんです。なんで急にお前なんじゃないだろ。さて後半戦は生ゲストによる生証言でございます。これは豪華だ。さあご紹介いたしましょう。アニメサザエさんで第1回の放送から磯の何兵の波平の声を担当している声優の永井一郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。磯の波平でございます。すごい。これはもうラジオでございます。お前はいいじゃん。お前はいい。手すぎてる。ねえ。いやーどうもお会いするのは初めて。初めてなんですよ。我々番組でもちろんナレーションをやっていただいたりとか、あと我々声優さんを扱う番組も結構やってました。そこで VTR では何度も登場してもらったりとかする。こうやって。顔合わせてお会いするの初めて。初めてですね。よろしくお願いします。変なもんですね。そうですね。で僕は子供の頃からもう永井さんの舞台は母親に連れられて、よく見に行ってたんです。そうなんですよね。大津さんのお母さん、うちのおふくろが昔女優志望で、で、永井さんと同じ劇団にいたという。養成所ですけどね。同じ養成所にいた。そうなんだ。ルチコさんをよく知ってらっしゃる。ルチコさん。お母さんルチコさん。ルチコさん。ルチコさん。子供の頃からね。そう。ルコちゃんとも言ってたけどね。ルコちゃん。すごいよね。だから太田は本当に子供の頃からお芝居とか。そうです。すごいつながりですね。ねえ。で、この年まで会わなかったという。そうなんですよ。すごいことすごいですね。そうなんですよ。ねえ。最近は声優の番組も我々、声優さんの番組やらせていただいて、三谷雄実さんどうにかならない。そうでしょうがないですね。ごめん、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 ごめん。いやーでも本当にすごいね。永井一郎さんに今日はいろいろお話をね伺っていきたいと思いますけども、最初にそのアニメが始まった時サザエさんどういう印象でした？いやーこんな長く続くなんて思ってませんからね。半年ということで入ってます。半年じゃそうです。でだから他のいろんな番組に入るのと同じようにスーッと入ってね、なんてことないんですよ。声がやっぱそうそうそう、永井さんの声はね、他にもね、ヤマトでも聞いてるし、はい、我々は。いや、いっぱいある。いろ、もうとにかくいろんなところで聞いてる。そうですよ、ね。いろんな、いろんなキャラクターが入ってきちゃう。それはもう話なんか聞いてないもんだって。話聞いてない。話を聞きなさいよ、本当に。もともと漫画のサザエさんっていうのがもうその前の段階ですごく人気があったわけですよね。そうですよね。それは、永井さんはもう、例えば、読んで、好きだったとか特に印象あったんですか？いやあんまり僕は漫画は私の時代は、漫画時代じゃないから、だから病院に行った時にね、待ち合わせに待ち合わせに置いてあったりするペラペラと見るぐらいで、そんな熱心に見るっていうほどではなかったですね。とにかくサザエさん一家で第1回からずっと担当してる方3人。そうなんだね。永井さん、含めては4人ですね。4人。はい。カトミドルさんはもちろん。サザエさん。はい、もちろんね、主役だから。あとは、タラちゃんとイクラちゃんなんですね。いクラちゃんは違うんですよ、本当は。違う、本当は違う。船さんですよ。私の女房。船さんだ。あ、そうなんですか。そうか。じゃこれ資料が間違えてるってこと？そう。じゃ変わってないのは、サザエさんとタラちゃんと船さんと波平さんだけってことですか？タラちゃん70歳の方ですよ。タラちゃん70歳。年齢まあ始まった時70歳じゃないですよ。そうですよね。声は変わらないですね。そうか。タラちゃんな、イクラちゃん71。70。年齢だけ取り上げるのやめましょう。だからバブーとしか言えない。ことはないですよ。イクラちゃんは桂玲子さんは、いや、桂玲子さんじゃない、麻生美代子さんは、船さんは、ちょっと言えないですね。あ、お年ですか？ね。いや、僕、お年何歳かちょっと存じ上げないんですけど、私より上でございます。そうなんだ。落ち着いた、いかにもお母さんのね、あの声聞くと安心するよね。落ち着きますね。ね。やっぱりあれは三谷雄二にやってほしいな。それはね、やっぱり麻生さんは、
スタジオを仕切ってます。あ、そうですか。ダーって仕切ってる。あ、もう、あ、寝るだけでちょっともう寝てしまうよ。ね。中井さんはどういう役回りなんですか、スタジオの中では。ボケてるだけです。ボケてるだけです。ムードメーカーみたいな。ムードメーカー。作者の長谷川真知子さんは、はい、現場なんかにたまにいらしたりしたんですか？現場には一切40年、だっけ、亡くなったのが33、30何年、始まってから30何年ぐらい経ってから亡くなったね。ね、はい、だけど、その間、一回もいらっしゃいませんでした。そうですね。現場には。お会いしたことはあるんですよね。3回だけね。でも、あんた3回しかないんだ。そんなことあるんすかね。それね、それは全国に放送してるでしょ。はい。だから全国の、放送局の局長さんたちが集まる、はいはい、大パーティーの時にね、はいはい、ちょっと行って、お辞儀する。あとはもう、後ろの方に僕たちはいる。それだけです。あ、そう。あ、じゃあだから、言葉交わしたっていうのは、3回目に会った時に、はい。何日へやっております、長井でございます。あ、そう。失礼します。すごい意外。もう俺らの方が喋ってんだよ、長谷川真知子さんより。あ、そう。もう長井さんと。そうそうそう。そうそうそう。もう今や、今やこの時点で。信じらんない、抜いちゃった。長谷川真知子さん抜いちゃった。すぐ抜けちゃった。加藤みどりさんは喋ってますよ。加藤みどりさんはね。これは、うん、喋ってます。どういう風にオンエア、こう、アニメの版を見てたんですかね、長谷川先生っていうのは。アニメの方ですか？どう見てたんでしょうね。わからない。一番最初のサザエさんは、頭がちっちゃくて、体も細くて、原作通りなんですよね。はいはいはい、でも、スラップスティックスとか、もっとタバタ。で、それがだん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 頭が大きくなっていって、丸くなっていって、今の形になっていくについて、私の絵じゃない、という話は聞いたことはあるんです。だけども、そんなのいいんです。ってね、そう、受け入れられることの方が重要だっていうふうに思ってらしたんじゃないですかね。なるほどね。ちょっと毒があるんですよね、原作の方はね。そうですね。はい。うん、結構こう、悪いまではいかないけれども、うん、ちょっとこう意地悪だったりとか、っていうのは結構あった。毒気は本当に確かにね。意地悪ばあさんの方はどう思ってたんだろうね。石原ばあさんの方はっていうのは、長谷川真知子さんが、うん、青島幸男さんのね、実写版のね、あれはどう思ってたんでしょうね。この方は男性なのになんで、バスやってるんだと思ったんですかね。でも長井さんはもう実写版でももう、そうですね。波平さんやってほしい。波平さんでもよく言われません？確かに。まあ、髪の毛はたくさんありますけれども、ねえ、なんか似てらっしゃいますよ。ですね。言われませんか？言われません？全然違います。うわねえ、ねえ、すごい。ハマり合う。加藤さんも俺、実写版で全然いけるっていう感じですね。似てますよね。似てますよね。よね最初、後から似てくるみたいな。もう何十年もやってて、顔も綺麗な見えずになって、ね、かもしれません、ねね。実写版の田中のや今やってるやつってご覧になったりしましたか？知ってます？あんま興味ない。いや、興味はないことはないんですけどね、めったに時間がぶつからないっていうことです、ね。そうです。特番だから、ね、恋愛ニートとか見てます。見てます。今ね、やってる人やってます。何なんだあれについては、ね。関係ねえじゃねえ、冒涜だと思うんですよ。冒涜だからね。あれは。ね、なんだ実際のアフレコというか収録の時なんですけれども、うん、先ほどね、船さん役の方がすごい仕切ってるという話だったんですけど、大体どれぐらいの時間かかるものなんですか？そうですね。今、ディレクターが変わりまして、非常に慎重に、はい、やってらっしゃいますから、2時間半ぐらいですかね。1話分。1話分っていうか、1話分っていうか、1回分ですか、ね、3話。3話。3話。全部合わせて2時間半。じゃあ、その慎重じゃになる前だと、もっと短い。1時間半ぐらいで終わってた。わあ、はい。まあでもそれはみんな呼吸がもう分かってるから、ね。本当にプロと何十年か。呼吸が分かってる。すごいな。最初その方法としては、まず台本があるじゃないですか。はい、で、まあそのアニメの映像を見ながら、はいはい、まあ入れていくわけですけれどもね。はい、例えば一回先にその
本を読んで、映画を見てからみたいな練習をしてみたいなことで撮るか、それとももうほぼぶっつけ本番なんですか。1話分だけ1回、うん、座ったまんまでパーッと見ます。パーッと見て。で、立ってマイクテストやって次本番。で、2話目からは、うん、すぐマイクテスト本番、マイクテスト。ああ、それでできんそうね。すげえな。もうだから、ね、もうずーっとやってるから、大体もうこのね、ぐらいでっていうのが、そのうちもう台本も見ないで。見ないでよ、見ちゃってよ。適当に、そうとか言って。それはダメでしょ。アドリブで全部。今日は、手が合わせないと思う。台本、あ、できていただいて。そうなのあるんですか。あります。あー、もう、サザエさんの台本、初めて。サザエさんの台本です。すごい。聞いてらっしゃる方は、はい。ちょっとわかって、見えないけど。今、黄色い箱の色のね、台本なんですけども、表紙は、いわゆる原作の、ね、原作の近いね、漫画のサザエさん。漫画の方だ。で、フジテレビの昔のマークの8っていう。ああ、これ一番新しいやつだもんね。平成24年ですから。はい、新しいやつなんですよ、今一番新しい。なんだけど、あえてこの JOCXTV のこの昔の8。昔だからな。ね、変わんないんだ。2080回ですよ、第1回。話数でいくと6000。ねえ、6500ぐらいになるかもしれない。もう登場人物ってね、笹井加藤緑って書いてありますけども、これはもうずーっとほぼ変わってないですよね。そうですね。この、ねえ、ずーっとこの辺は。もうね、変わってないです。ね、この富永美奈ってカツオの。僕らがね、同級生なんですよ。大学日芸の同級生。はい。ね、富永美奈。はい。途中で変わられましたね。途中で変わった。はい。そうですね。その頃から、学生の頃からもう、子供の頃から声優やってて、人気があった子で、俺はだから、向こうは全然、俺は普通の学生だったから、でも、あれが富永美奈だった。キャンパスで会った時に、富永美奈美奈って言ったら、すごいムッとされた。悪口みたいな感じ。そんなこと。そう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 。嫌なやつ。ね、すごい嫌な顔されて。で、まあ、性格悪いんですよ。それじゃ、お前が悪いんだ。台本がこう普通に。すげえ。ねえ。あ、これはもう波平さんから始まってるんですね。ただいまから。ただいまただいまワカメとドラちゃんが、おかえりなさいおかえりなさいお父ちゃんお父ちゃんが言われてお父ちゃんが言われてる。お父さんおかえりなさいあ、そう、カツオ、今。うん、カツオ、ちょっと待ってください。姉さんみんながみんなこんでるけど、やろうとすんだよ。誰じゃ、お前は。すごい。自分の息子を忘れたのかい重い話なんですよ。そんな話はないでしょ。何年後の話は。え何年後ボケました。佐藤先生。ヤマトになっちゃった。ヤマト、ヤマトの方ですね。これ沖田館長とか。もうすぐ地球に着くかな。はい、お医者さんの佐藤先生。佐藤先生、なんでやりたがるんですか。ね。ここは乗ってこない。ここ何振ってんだよ。いやいや、いろいろね。嬉しかった。これ実際、こう、台本を見ながら、当然やるわけですけども、NG とかっていうのは、どんぐらい、あるものなんですよ。いや、だから、6000回以上やって、はい、うん、1回しか完璧が、完璧がないというほど、ああやっぱり閉じるわけです。閉じる。ああ、閉じたり、口に合わなかったり、まあね、なんかいろいろしますから止まります。そうですね、1話で。五六回は止まるんじゃないですか。まあ、それは当たり前ですけどね。一回でもあったんですね。で、一回、その、全く、もう、やりて、NG ないっていう時が逆にあったわけですよね。一回あったんです。これが、印象的だったですね。どういうシーンだったの？なんつったね。全員がもう、だって、その、いい状態じゃないとできないですね。その、最後の。いつ頃ですか、それが。もう、15年ぐらい前じゃないですかね。その回見たいなぁ。ね、その回、ね、その時は盛り上がりました。どうなんですか？盛り上がりました。そうでもないです。そうでもない。あれ NG なかったね。はい、OK っつって、おしまいっつって。で、それでおしまい。あれその時すごい。うわぁ NG なかったみたいな感じにはなってないんだ。なってないんだ。全然。あら。なんないですね。飲み行くみたいなね。まさか今までそれが出ないとも思ってないだろうから。あらにあんじゃないか。
るとか、まあ、ねえ、ねえ、まあとにかく長年にわたって永井さんにとってね、まあこのサザエもライフワークだと思うんですけど、うん、どんな作品なんでしょう、永井さんにとって。僕にとってですか、そうですね、僕にとってって言われたら本当困っちゃうね、うん、もう全国の皆さんに、皆さんにとってどういう作品ですかってこっちが聞きたいね、本当にね。でもサザエさんっていうのは本当になんていうのかな、我々テレビやってる人間からすると、まあ毎週視聴率をこう自分の番組をこう見たなんかすると、なんだこのサザエさんのこの、驚異的な、すごいですから。なんだろうこの指示のされ方はっていうのは。お米とかと同じ。もうさ、そういうもんじゃん。怪物、ね、もう通り越してるよね。そうですよね。ありがたいですね。ねえ。それがありがたいのと、そうですね。ああ、やっぱり、あの、明治を、うん、お米もなく引きずってきた番組だっていう感じがしますね。というのは、あの、波平が終戦の時に53歳ぐらいに僕は設定してるんですよね。それでないと、ちょっと、下の子だとかなんだとかもあるし、上の子もあるし、そうですよね、53歳、54歳って書いてある本もあるんですよ、ね。だけども、あの頃の定年は55歳ですからね。あ、定年前だとちょっとかわいそうでしょ、まあ、そういう設定53歳です。そしたら、明治27、8年の生まれなんですよ。明治生まれなんだ。明治の、明治男ですよ。だから、明治の美学できてる。だから、バカモンっつった時に、頭の中には明治がある。いや、もう、バカモンが聞けただけでも、本当に。お時間が来てしまいました。すいません。残念ながら。ごめん、ゆうとさん。今週は4人の証言をいただきました。さて、2月12日は13年前の1999年2月に亡くなった女優の山岡久乃さんを特集したいと思います。証言ゲストの永井調査さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして調査員の原市のお二人、お疲れ様でした。ありがとうございました。爆笑問題の日曜サンデー。